プロボクシング、WBA、WBC、IBF、WBO 世界スーパーバンタム級、55、3キロ以下、タイトルマッチ12回戦王者、井上直也ルイスネリ、5月6日、東京ドーム。スーパーバンタム級の世界4団体統一王者、井上直也、大橋、が31歳の誕生日を迎えた10日、横浜市の所属ジムでの練習を公開した。 誕生日でも変わらない、年齢は関係なく、です。でも、パフォーマンスは成長しているし、いいキャリアの積み方はできていると改めて感じる、と井上。5月6日、東京ドームで元世界2階級制覇王者で WBC1 位、WBO2 位、WBA5 位類スネリ、メキシコの挑戦を受けるが、この日はシャドーボクシング。 サンドバッグ打ちを各2ラウンドと軽めのメニューで動きをチェック。大一番に向けては、メキシコから WBA11 位ケビン・ゴンサレス。米国からフェザー級の元ユース王者ジョナタン・ロペスが来日して実戦練習の相手を務めており、ここまで87ラウンドのスパーリングを消化試合までに100ラウンドは超えると思う、と話したモンスターは、ここからは体調管理と感覚のズレを少しでもなくして仕上げる。 ハラハラした試合ができると思う。最高に仕上げて最高の結果で締めたい、と意欲を口にした。WBC、WBO 王座は二度目、WBA、IBF 王座は初防衛がかかるが、五万人近いファンの声援を感じて、とてつもない試合をしたい。この日、井上は T シャツにあしらわれた新しいロゴマークを披露した。白地に黒の縞模様がデザインされているが、 これは、ホワイトタイガーをイメージしたもの、だという。ネリの、ニックネームの、パンテーラ、黒ひょう、に対抗したもの、とにあり。試合本番で着用するトランクスなど衣装にも施されるといい、白い猛虎が黒ひょうを子猫扱いするつもりだ。大橋ジムの大橋秀行会長はこの日、アンダーカードで元 IBF 世界王者で現 WBO アジアパシフィック同級王者 T。 ジェイドヘニー、アイルランド、がブリルバヨゴス、フィリピン、とスーパーバンタム級8回戦を戦うと発表した。実はネリが体重超過など不足の事態で対戦できない場合に、ドヘニーが、リザーブ、として井上と戦うことになるという。これについて井上は、日本では珍しいが、海外ではあること、と冷静に受け止めている。これには海外で挑発を続けるネリにも、 プレッシャーがかかる。駆け引き、もうすでに始まっているのだ。ここに勝てば、夏と12月と3試合をこなしたい。そこに向けて、計画通りに行きたい、と防衛構想を沸かした井上。今回、初めて WBA、WBC、IBF、WBO と4本のベルトを持って入場する。4つ持って入場するシーンを見せられる。意味合いの深いこと。 と思いを強くした。13日正午からはチケットの一般販売も開始されるが、抽選前売り分では最高額の22万円の席から売り切れたという。リセールも行われる予定で、転売対策も行うという。日本ボクシングの歴史上、最高の緊張感を持って行う。でも、今回の東京ドーム工業から新たな歴史が始まる。と大橋会長が話すように、 注目度は日増しに高まっている。戦績は31歳の井上が26戦全勝、23KO、29歳の練里が35勝、27KO、1敗。